どうも皆さんこんにちは、農業高校生でした。はい、まず今日はメロンの玉掛けから、進化したメロンを取っていきたいと思います。まずこの前袋掛けしたメロン、これの、子づるを根元から切ります。はい、ちょっと待ってください。こう見ました。ここからでこう切ります。で、はい、はい、こんなに大きいメロンが取れました。このメロンもこんな感じで、綺麗な網目模様までついて、はい、うまそうになりました。で、ここから糖度調査ですか、何ですか。ここから次の場所に移動するので、この伸びているこの長いやつを根元から切ります。はい、はいはい、次はメロンのこの Y 字のところを切っていきます。このメロンの大きさよりちょっとでかいところを残して、このぐらいで、でこっち側も同じように反射具合の質を感じで、違いで糖度をこのぐらいになったら完成です。メロンのこのお尻の中心を、はい